は合気道の楽しさについて語ってみたいと思いますよ。そもそも私はいつから合気道を好きになったのか、大学1年生の夏合宿が終わった時あたりだったと記憶しておりますけれども、突然ですね、合気道面白いってなって、もうそれからもう楽しくて楽しくて仕方がないという状態になったんですね。で、これ理由がね、説明できないんですよ。何がハマったのかっていうのが自分でもあまりよく分かっていない。なので、本当にこの合気道の楽しさについてちゃんとお話しするというのはこれが初めてかもしれない。思いつくまんまにお話をしていきますけれども、やっぱりですね、なんといっても常に自分が相手というところが魅力の一つですね。誰かに勝つためにやるのではなく、自分の技術を少しでも向上させていこうということ、そしてその技術というのがもう訳がわからない、ね、もう意味不明な技術なわけですよ。まともに生きていたら、使わないような体の使い方、力の出し方、なんでそれで人が倒せるのっていうような不思議な技、そういうものをこうやっていくわけですよね。だから今までの自分の人生になかったものがこう入ってくるという感覚が、これが楽しかった。そして、一緒に稽古する仲間がいるということですね。合気道とはもう相手をこう感じ合うというね、そのプロセスを経てどんどん仲良くなっていくんだというね、本当にそうなんですよ。合気道って人との相性の良し悪しみたいなのも分かって、本当に相性がいい人と合気道やるともうすごいピタッとこうパズルのピースがハマったみたいになって、とってもね、楽しいし気持ちいいんですよね。でもって、もう上手に受け身が取れた時、もう訳も分からないうちにふわっと飛ばされている時とか、ものすごく気持ちがいいわけですよ。その瞬間の一体感を求めてやっているというところもありますね。特にこれが外国の方たちが相手だったりするとですね、合気道が共通言語になりますから、別にもう外国語喋れる必要一切なし、合気道ができれば何人が来ても一緒に稽古できるし、体に触れることによって相手が何をしたいのかっていうのが分かるわけですよね。ですから私は合気道を通じて、人脈世界が一気に広がったと、そういうふうに思っております。こんな楽しいことはないと思っています。そしてこの合気道というのは道場のみならず、道場で学んだことがそのまんま日常に活かせるというね、ここもね非常にね面白いところだと思っています。ただこれは意識しないとできないんですよ。私の合気道は結構精神的なところとか哲学的なところっていうのが入っていて、これも自分で面白いと思ってやってるからなんですけれども、単純に技の稽古をする、体の使い方を研究するではもうそこ止まりというかね、結局のところ合気道の技っていうのは遊びなんですよね。遊びだから楽しいっていうのはあるんですけれども、使えないんですよ。なんで使えないのか、合気道というのはそもそも平和の武道だからね、その技を使うという場面に出くわすということを避けるというところが究極の武なので、技を使う場面というのはそもそもないわけですよね。だけれども、いざという時に備えるわけですよ。街中で、あの人が襲ってきたらとか、まあ、なんかそんなことも考えながら、行くとね、日常常にこう稽古することができるわけですよね。あるいはこの技は一体どういう精神でやるべきなんだろうかとか、そういったことも考えていく。これは一体何を表しているんだろう、この技は一体何を表しているんだろうとかって考えていくと、だんだんこう精神性、哲学性が増してくるわけですよ。でそういうものをこうつなげていくっていうのがすごく楽しい作業になっています。本当に合気道っていうのは一筋縄ではいかない、これはまあ何の武道、どんな習い事、スポーツにも言えることかもしれませんけれども、もうね、学問なんですよね。体育であり、地域であり、特育であり、もちろん歴史も学べるし、学ぼうと思えばもういろんなことを学べるわけですよ。そういうものに常に取り組んでいるから世界が広がっていく。これこそが合気道の楽しさではないかなと思います。